はい、ジュンジーです。ではアンダーテール続きをやっていきましょう。ゴーですね。で前回はあの左のそうですね、方に行って、でひよこさんに飛んでひよこさんに乗って、でまたピアノギミックをね解いてきたんですよ。で今度はここを右に行こうと、言って前回は終了しました。ということでここを右に今回は行きましょうよ。でここは何だろうな、まあ、とりあえず宝じゃなくてこのボックスは、これはいつものボックスか。じゃ行き道が上 と、右と下ってありますけど、まあ、上のねあのゲートくぐっていくのは、まあ、多分順路だと思うので、まずはちょっと下から行きますか。ん？これは何？何もないのかな？なんかエンカウントはしそうだけど、とりあえず何もイベントは起きないですね。こっちは関係ないか。なんかまだ分岐がありそうだな。とりあえず上行ってみるか。こっち。え、びっくりした。ちょっといきなりすぎだろこれ。150ゴールド持って、まあただボックスマックスだから、あそうだ、ボックスに預けよう。まずとりあえず物見ますか。買う、クラブアップル、18HP 回復、カニにそっくりだ。カニにそっくり、回復アイテムですね。これは何だろう、海茶かな、海茶。戦闘中スピードが上がる、あ素早さが上がるってことかな。まあ基本的にはでもあんまり、どうだろう、あ移動あれか、あのハートの主人公のこの移動する回避スピードが上がるってことですね。曇った眼鏡、無敵時間が上昇する、あなかなかいい。まあこのアイテムいいんですけども、ただそうか、防御力が5落ちてしまうんだったら、ちょっと微妙なとこですね。で破れたノート、無敵時間が上昇するけど、まあ、武器か、攻撃力が3下がるってことですね。あの私ね、あのファイナルファンタジーとかその預けられるようなボックスがあの無制限だった場合は、一通りねこういうのあのコレクションでこう買ってくようにはしてるんですよ。でもこのアンダーテールは、まあ、ボックスにもねあの上限があるので、本当必要なものしか買っていけないですよね。だから今回は別にいいかな、ここら辺のもの。ちょっと魅力的な感じはしますけどね。無敵時間か、とりあえずいっか。売る、あいいガラクタ売っとるぞ、いか、なんか売ってくか。ん、はわしのガラクタをどかそうと手を焼いておるんじゃ、これ以上増やせんわい。だがのもし、手元のものを売りたいのなら、あこの間も出てきましたね、こうテミーかなの村へ行くと良いぞよか。また村に着いたらちょっと呼び名をね調べようと思います。どこにあるかじゃって、てんてんてん、思い出せん。そこ長いことここにいらっしゃるのかな。じゃあ話しましょう。わいっぱいあるな。あなたについて、長いことここにおる、もうずいぶんな、長くいそう。この辺をねこう調査してそうな感じですね。もう虫眼鏡持ってるしね。長生きはいいぞ、歴史を学ぶには歴史の一部になるのが一番じゃ。なんかまあ長そうだね。あ終わり、これ2回話すと変わる。あそんなことないか。紋章について、えこれが何か知らんとな。最近の学校は子供に何を教えとるんだが、わはは、まあ、本当に必要なのはね、こう身近にこう経験するべくするべくするようなこう知識とか、そういうなんか基礎とか応用とか、実生活に本当に必要なものを学ぶべきなのかもしれないね。あれはな、デルタルーンかな、と言うてな、王国の紋章なのだ。はい、デルタルーンで合ってるようですね。まあ、王国の紋章と、まあ、メモりました。そう王国モンスターのな。うわぁ良い名前じゃと思わんかね。これはいつも、言うとることじゃが、モフウサ王とは古い中でな、あやつは名付けのセンスがまるでないのじゃよ。まあ結構いい名称だと思うんですけどね、デルタルーン。まあ、モフウサ王っていう、まあ
名前の方が何これ、ニューってついたな。もう一回しら話せるのかな。紋章、あ、紋章の意味変わったのか。モフーサオか。ちょっと待ってください。よし、紋章の意味、あの紋章、あのって言っても紋章を見てないと思うんだよね。あの紋章は歴史が書き起こされるよりずっと前からあったものじゃ。時を経て、本来の由来は、失われてしまった。下の三角の模様がモンスターを象徴しておるか。そしてその上の羽の生えた円が、それ以外の何かじゃな。はあ、ほとんどの奴らはこれを天使と呼んでおるぞ。予言から取ったのであろう。今度は予言について。ああそうよ、予言じゃ。伝説によれば地上を見た天使が降りてきて人々に解放をもたらすとされておるんじゃよ。地上を見た天使が降りてきて。最近は先行きの悪さにおじけた連中が、この羽のついた円を死の天使などと呼んでおる。破滅の前兆、下界から解放される日が来るとな。死か。わしにとっちゃこの、ま、この血まっこい丸は、なかなかかっこいいと思うんだがな。わはは、笑ってますな。で、予言についてでループかな。あ、もう一度言わせる気か。そんなのお断りじゃ。お前さんの目はまだ働いておる。うん、本か何かで読めばどうじゃ。わはは、もうダメか。あ、もうダメですね。でも大丈夫さ。これは一応ね、録画してますからね。それを見るか。もう一回聞けないってことね。じゃあ次、王様についていきましょう。モフーサ王か。あいつはフレンドリーないいやつだ。いいやつじゃ。ずっと歩いていけばいつか会えるじゃろう。あやつはおしゃべりが大好き。おしゃべりが好きか。あん、なぜドリーマーをモフーサ王と呼んでいるかって。ああ、モフーサ王イコールドリーマー、あのアズリエルドリーマーのことですね。あ、そう、別名モフーサ王か。あ、別の人物かと思ってましたけど。うん、それはな、深い事情があるんじゃ。思い出せんのかい。そこ大事だぜ。もしお前さんが戻ってきたらその頃には思い出しとるかもしれん。戻ってくるってことどういうことだろう。だって主人公はそうですよね。結界の先に行って、まあ地上に戻るのがね、目的ですから。あ、ループですね。さて最後、アンダインについて。アンダイン？ああ、ここらのご当地ヒーローじゃない。やっぱりこの辺の周辺のね、人からヒーローと言われてるんですかね。うん、強い信念と決意を胸にたった一人で王国騎士団のトップに上り詰めた。確かにな。ちょうどわしにお前さんみたいな人間を見ていないか尋ねていったところじゃよ。探し回ってんね。このそうだね、古いチュチュを着替えた方がいいのかな。気をつけなせる若者よ、買い物したら、ん？これなんだろう、かばってかな。やってもいいぞい。わはは、ちょっと漢字違ってるかもしれませんけど、漢字違って、漢字間違って読んでるかもしれませんけどね。まあ、そんな感じ。じゃあそうだね、抜けるか。そうしよう。うん、なるほど、よかったな。この人の住処ってことか、ここは。あ、ちょっとボックスにいくつか預けましょうか。あ、てかもうボックスもパンパンなんだよね。これいらんな。犬の残滓。どうしよう、とりあえず1個捨てるか。これ投げ捨てた。勢いよく捨ててそう。よし、じゃあちょっとこれで整理しますか。ちょっと捨てるべきものを集めてまとめて捨てちゃうか。男前のバンダナ、色あせたリボンってなんか必要そうな気がする。丈夫なグローブ。あれ、丈夫なグローブ、あれ装備してるのって出るんだっけこれ。そしたら14-5でしょ今攻撃力。これをバレーシューズ、この強烈な匂いのするバレーシューズを装備しよう。そうすれば、あ、やっぱりそうだね、攻撃力上がりましたね。うん、バレーシューズにしようか。こないだはそうですね、丈夫なグローブで行こうと思ってたんですけど、前回のナイスクリーム屋さんのあのチケット、パンチカードか、あれちょっともらい忘れてましたけど、あれがあればね、このパンチ攻撃、要はグローブの攻撃がね、優位になると思ったんですけども、あれももらってきてないんで、とりあえず1周目はこの辺のアイテムを捨ててスロット開けて、まあどんなアイテムを入手してもね、いいようにしておきたいと思います。じゃあこの辺捨てよう、まずはね。あ、待てよ、
捨てるぐらいだったら売れるとこで売った方がいいか。まあ、1個捨てちゃったけど。そうしよう。基本的に回復アイテム、バタースコッチパイだけは絶対ね、取っとこうと思うんですが、宇宙食。こんなもんですね。1個スロット開けといて。よし、これでいこう。では、今度右ですね。右に。敵とか出そうですけどね。ここ、あ、なんか飛んでる。傷つき倒され、怯え切った我々は生き残るために人間に降伏した。なるほど。そっか。降伏したのか。何？ 7 人の大魔法使いが魔法の力で我々を地下世界へ封印した。あ、人間側のね。誰でも結界の中へ入ってこれるが、出られるのは強いソウルを持つ者だけだ。ってことは主人公は持ってると思うので、出られるのかな、行けば。はあ、よし、OK。じゃあ先行きましょう。うわ、エコフラワーいっぱいいる。一つだけ封印の魔法を解く方法がある。7人の人間のソウルに匹敵する強力な力で攻撃すれば、結界は破れるだろう。まあ、主人公は別に破んなくてもいけるからね、ソウルが強ければ。だったらって感じですけど、この辺は何なんだろう。なんもないかな。しかし、呪われたこの地には入り口も出口もない。そもそも人間がやってくる術がないのだと。まあでも主人公そうだよね。足滑らして折ってきたけど。我々は永遠に地下世界に囚われる。人間がやってくる術がないけど、主人公は引っかかって穴に落ちたけど、その穴は本来はそこにないようなものなのかな。そんな、そうだよね、折ってスッと来れるようなことが本来はあってはならないような状態になってるってことだよね。その辺がわからないね。あの後の描写は本当に言葉メッセージではなくて、もう絵の切り替えだけで表現されてましたからね、冒頭のオープニングね。このエコーフラワーがたくさんいますけど、これは何なんだろうね。動いてますもんね。うわー、なんかある。これは何。あ、なるほど。電灯をつけると先に進めるということですね。で、これ電灯灯して道を作っていくタイプってことですね。あれ？いいのか。うわー、なんかでも曲、あれ？行き止まり。ああ、戻ってあそこの電灯つけてこいってことですね。わかりました。いやー、でもどうだろうな。なんかちょっと雰囲気が今どの辺に。スペシャルな敵のこれ。ティミーかな、あのさっきなんか村がどうこうって言ってたよね。あなたを倒しに来た。あ、もうこれ早速、あれ、ちょっと早速見逃せるよ。でも話すか。力こぶ、餌をあげよう。テミフレックしか欲しくない。いや、お腹すいた、かっこし。ちょっと、何これ。ちょっと、止まってればいいのかな。他の攻撃方法忘れてしまった。そっか。力こぶ。どういう状況だよ。いや、筋肉可愛くない。あ、筋肉嫌い。やべえ、来た。来た、筋肉来た。傷つきならないね。いやー。うわー、やばいの来たな。いや、また汗飛ばしてきたよ。選んじゃいけない選択肢だね。準備万端か。いいや、もう話そうと思ったけど。何これ。あ、バレーシューズは3回こうやって、あ、なるほど。攻撃パターンもちょっと変わるんですね、こっちのね、アクションも。うわ、やべ、汗当たった。うわわわ、これでもちょっと、お、面白い。お、強い。くっさい、バレーシューズ強いぞ。あ、でも、さっきのあのワンちゃんね、カツラかぶったワンちゃん、ちょっとどうにかしたかったけど。よし、さて、先進んでいきましょう。これは何？ろうそくや魔法がなくとも、家に導けるようモンスターたちは移動にクリスタルを使っていた。移動にクリスタル。
あれ消えた。え、真っ暗になっちゃった。移動にクリスタルか。よし、じゃあ下行ってみます。ちょっとこの辺全然わかんないけど、なんかどこに何があるか、何かが、うわー、あれ、あ、あー、それを灯すと明かり、あ、でだんだん消えていくのか、そういうことか。じゃあその間に、あ、次のここまで行くってことね。なるほどなるほど。で、あとは、あ、そういうギミックか、面白いですね。さっさと行かないといけないのか。やばい、あった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 、よし。でこっちか、合ってますね。うん、うわーん、またうっかり踏んづけちゃったぜ。あれ、こいつだけ話せるな。ちょっと待って、見逃そう。一体は静止しているか。じゃあ一体は倒そう。あ、倒す倒す、戦う戦う、行くぞ。ほいほいほい、よっしゃ。あ、強い強い強い、ぐわ、な、なんだあれ、うわ、怖、うわ、ちょっと待って、あんな攻撃してきたっけこいつ。てか、あんなね、ビジュアルになるの、ビジュアルかなるの、うわー、楽しかった日々を思い出してる。そうか、やべ、ちょっと遅れた。よし倒した、 OK、46と30ゴールド、よし先行こう。うわー、なんかありそうな気配だけど、うーん、先進んでいきましょう。なんかイベント起きそうだな、真っ暗になってきたしね。うん、なんかあるはあるんだけど、うわ、なんか、あ、エコフラワー、お前の後ろだ？ん？あ！来た。来た、もう追い詰められてんぞ。7つ。7つの人間の魂。あ、さっき言ってたやつですね。うん、あの人間側の大魔法使いですかね。モンスターを封じ込めた。我らが王。アズゴアドリーマー王は、うん、アズリエルではなくて神となる、その力を持ってかな。アズゴア王はついには結界を破る、そして地上を人類から奪い返すだろうと。復讐か、我々が耐え忍んできた痛みや苦しみを奴らに返してやると。わかるか人間、これはお前にできる唯一の、これは何だろう、調べました、これはお前にできる唯一の贖いなのだ、まあ、罪を償うということですね。ソウルを渡せ、迫ってきてる。さもなくばその身から引きずり出してやる。来るか来るか、いや本当に戦うこれ。何かイベントが起きるか、バトルになるか。うっ、また、アンダイン、オイラが助け出した。え、何、どっちに、どっちに迷っ、おやったじゃん、アンダインの真ん中だぜ。戦いを見られる特等席だ。うわー、ってことはこいつは、そうだよね、傍観するってことか。あれ、戦いの相手って誰？あー、つままれた。あーあーあー、行っちゃった行っちゃった。さあ、これチャンスじゃない？母ちゃんたちには内緒にしてね。お、戦わずに済んだかな？母ちゃんたち、新しい言葉を覚えましたね。うん、そしたらこれはどうすればいいんだろうな。あ、上行ける？上行けるか。うわー、エコフラワーいっぱい。そして、これは何だろう？ホタルかな？過ぎ去った日の会話が聞こえる。僕の願い事を聞いても笑わないって約束してくれる。ああ。過ぎ去った会話シリーズ続きかな？もちろん笑わないって。過ぎ去った日。いつか僕らを閉じ込めている山を登るんだ。あ、ほう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 。エボット山ですかね、主人公が登った。そうでしょうね。いつか空の下に立って世界中を見て、それが僕の願い事。それが僕の願い事か。
山を登って空の下で世界中を見るか。笑い声が聞こえる。もう笑わないって言ったじゃないか。結局笑われちゃうってことか。過ぎ去った日、ごめんね、なんだかおかしくて。僕の願い事も同じだから、みんな同じ気持ちでいるってことなんだね、モンスターたちは。しかしこんな予言がある。天使、地上を見た天使が舞い戻るとき、近い世界には誰もいなくなるだろう。誰もいなくなるか、どういうことかな。これもまたなんかありそうですね。よ、まさか、あ、この子供か。なんかありそうな感じ。よ、本当はここにいちゃいけないって分かってるけど、でもどうしてもお前に聞きたいことがあるんだ。へえ、何なんだろう。こんなこと誰かに聞くのは初めてなんだけど。お前は人間なんだろ。あ、人間。分かってたさ。今知ったんだけどね。つまり、アンダインがオイラに言ったんだ。その、あの人間から離れろって。だからその、それってさ、オイラたちが敵とかそういうのになるってことだよね。そうだよね。今まで一緒にところどころ来ましたからね。だから何か言ってくれない？お前を嫌いになれることをさ。なんか選択肢出んのかな？頼むよ。そうだね。そう願ってるんであれば答えよう。ん？なあ、それ自分で考えたのか？そんなのうちの姉ちゃんがいつもオイラに言ってるよ。あ、なんか言ったってことか。じゃあオイラの番だな、母。お前なんか大嫌いだ。あ、ストレート。オイラって最低だ。家に帰るね。なんか複雑な状況になってきましたね。落ちる。もういつもこのこいつはドジだから。わっとっと、助けて、転んじゃった。アンダイン来たぞ。ちょっと待てよ、助けよう、まずは。よし、これなんか話変わったのか。おい、お前。アンダイに言われたのに。まずオイラを倒してからだ。そう、短い間でも友情が生まれたってことか。アンダインが引いてく。一旦、退却しましたね。行っちゃった。皮一枚ってところで助かった。危なかったですね。まあ、ヒーローだから、まあ戦ったら相当強いでしょうしね。やっぱ敵同士になるのはダメだな、母。代わりに友達になろうぜ。オイラ一度家に帰るよ。親が心配して病気になってるかも。まあなあ、長いこといるんだったら心配するでしょう。んじゃあまたな。あ、行った。そういう感じか。とりあえずどうしようかな。戻ってみる？見ますか。そうだね、先行きましょうか。先に、こんな景色が続くのかね。先行きたいとこなんですが、まあいいか、先行こう。うわー、なんかあるね。なんかありますね。あ、イベント来た。アンダインだ。7つの人間の魂でアズゴア王は神となる。6つ。もう、我々がこれまでに刈り取ったソウルの数ってことは、あと1人。
7人中6人はもう倒されたってこと？わかるか？貴様の7番目にして最後のソウルによって世界は変革するのだ。しかしまずはここまでたどり着いた者への作法として、我らが民の悲劇的な歴史を話さなければな。かそれは遠い過去に始まり、いや貴様に何がわかる？ん？もういい、貴様に話すことない。時期に尽きる道。うわー、おお、マジで戦うの？ん？キラーンか。え、こんな顔してるの？なるほど、想像以上の恐ろしい顔だぜ貴様は。我々の夢と希望を阻む存在だ。よし、ってことはいよいよ決戦ってことですかね。なるほど、なんだこれ、アルフィースかなの歴史書は私に人の優しさを教えてくれた。しかし貴様は何だ？貴様はただの非道な犯罪者だ。貴様は洞窟をさまよい通りがかった者たちを傷つけた。そうだね、敵を倒した。正当防衛だと笑わせるな。貴様は必要に迫られて殺したんじゃない、簡単だったから殺したんだ。そうだね、確かに苦戦してなかったし、それでね、経験値やお金がもらえるならっていう気持ちで戦ってたのは事実ですからね。楽しかったから殺したんだ。貴様に私の気持ちが分かるか。ただ優しい世話だけを望んでいた。なんだろう、レーザードッグ、たった一人の人間の気まぐれで奴は死んだ。理解できないだろうな、みんな見られてたんだ。時間切れだ、この悪党め。顔的にはそうだね、アンダインの方が悪党顔なんですけどね。貴様にはもう誰も傷つけさせない。そうか、いろんなモンスター傷つけてきたんだもんね。この輝く鎧をまとう騎士が参上したのだからな。貴様が皆にもたらした苦痛、貴様が砕いた全ての夢と希望、この槍に乗せて貴様を撃つ。来るか、決意を抱いたモンスターの真の力を見せてやろう。さあ進め、ここで終わらせてやろう。来るぞ来るぞ。あ、セーブが来た。オッケーオッケーオッケー。なんという、風がうねってる。あなたは決意で満たされた。オッケー。おお、ウォーターフォールアンダイン戦、まさしくぴったりのセーブ名称。よし、では今回はですね、もう本当に直前、アンダインの視点から見たら、この主人公はカメラに向かって何を喋ってんだと、そこで止まってね、早くかかってこいってなもんなんでしょうけど、一応ね、アンダインには申し訳ないんですけども、ちょっと時間的な都合で、今回はここで一旦区切らせていただきたいと思います。次回はアンダイン戦を、そうですね、多分本当に戦うんだと思うんですけど、戦っていきたいと思います。まずは話し合いだね、で話し合いが通じないと判断したら戦います。はい、でアイテムは回復アイテムいくつかあったから、それをフルに使って次のパート、アンダインとどんな戦いになるか分かりませんけども、挑んでいくしかない、進むしかない。そう、主人公は地上に帰りたいから。よし、頑張っていきます。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。さあ、こういうアンダイン。